はい、皆様、えー、こんにちは。アメリカレジャーズギタリストやっている伊達秀夫です、えー。今日はですね、えっと、このレスポールなんですけれども、まあ、実はこれ2012年のエピフォーンのレスポールです。でこれをですね、まあそのまあ、ギブソンの,その50年代のヴィンテージのレスポールにこう近づけるようにいろいろとこうやっているところでございます。でその まあ前回の、ね、ビデオでいろいろ説明しているところもあるので、まあ、そちらのリンクは、ね、あの概要欄の方に貼っておくのでそれもぜひご覧になってください。で今日はですね、この、まあ、トップのフィニッシュなんですがこれゴールドトップフィニッシュであの。エピフォンのゴールドトップフィニッシュではないんですね。これはあの元々あの、まあ、サンバースト、チェリーサンバーストの、えー、スタンダードのモデルだったんですね。それを、まあ、テキサスの、えー、ギター製作者の方が購入して それでまあその最初にフィニッシュを取ってでその上にあのギブソンの,そのゴールドトップのフィニッシュをこうまあリフィニッシュしたということになっていますでその際にギブソンの50年代のゴールドトップのものを使ったということをえ言われましたそれでまあそういうのが良かったのでこれを購入したんですがまあその時はですねまだそのまあサイドもバックもえオリジナルのエピフォンのフィニッシュまあそのポリフィニッシュ ですね、こちらで言うとこポリフィニッシュになっていて、まあ、全然こう質感が違う感じだったんですよねそれをまあ今こう裏も、ね、全部こうフィニッシュを取った状態になっていますこ詳しくはえもう一つのビデオの方でご覧になってくださいネックもヘッドストックの方も全部取ってありますでこうサイドもまあフィニッシュがない状態になっています でこちらのそのギブソンのあのゴールドフィニッシュなんですけれども、えー、まあ、なかなかこう味のある感じになってきてはいたんですけれども、まあ、8年以上経った状態で、ですねこうまだすごくこう綺麗な感じで、そのヴィンテージの、えーまあ、クラックが入ったりとか、ですねそのチェッキングっていうんですけども、いろんなところに細かい線が入っている、そういった状態ではなかったんですね。それで、まあ実際ちょっともう少し味を出したいなということもあって、えー、実際にやってみました。 でそのやる方法なんですけれども、えー、こうフィニッシュがクラックになる一つの条件として、まあ、温度差そのすごく温度が、まあ、高いとこから低いとこだったりとか低いとこから高いとこにこに行くときにその、まあ、フィニッシュがそれを、まあ、刺激に感じてクラックするらしいんですよねですから、まあ、そのクラックになる まあ要素をですね、利用して、最初にこうドライヤーでまあ軽くこう温めて、それ表面をこう温かい状態にしたときに、急激にその冷却スプレーで冷やすという。で、その際にですね、まあ、アメリカの,あのスーパーコールドっていうこういう、えー、スプレーがあったんで、これを使ってみました。で、実際にやってみたんですけれども、えー、実際にここの部分、そしてここにピクワードが出てる部分ですね、で、この半分。 えー、実際やってみました、もうすでにやってあります。それでこれはですね、実際僕がこう上から見ると、あのまあ、細かい線がいっぱい見えるんですけども、これも本当に角度によってですね、見えたり見えなかったりするのでね、本当に、あのまあ、なかなかこうカメラでね、捉えるのは難しいと思います。で実際にこの光の具合によって、えー、フィニッシュがこう、暗くしているのが。 見えるように思いますですからまあギターの上から見るとですね横に線がこういっぱいこう入っている感じですでこちらのまあ緑色に変色しているところがあるんですけれどもこれは実際あのまあスプレーとかでなったのではなくて、えー、実際弾いていたのでこう手が当たるんですよねここにまあ腕が当たるそしてその当たっているところが、えー、緑色に変色していますこれは本当に まあ何年か使っていた状態で、まあ、気づいたらそういう風になっていました。これもね、本当にヴィンテージのゴールドオープンによくあることなので、まあ、同じそのフィニッシュをね、使っているんじゃないかっていう証明になるとも思います。その部分は全然こう、自分としては問題ないと思っています。で、えー、この細かいこのチェックングなんですけれども、本当にね、細かい線が横にこう、 縦があんまりないですね。縦がほとんどなくて横にこうガーッてこう入っている状態でまたその別のクラックの入り方で線が1本長いのが入ったりとかそれがもう3本ぐらいあるっていうのがよくあるんですけどそういったんじゃなくて細かいひびが全体的に入っているというような印象を受けます。 だから深いこう線のようなですね、一本線のようなクラックは一つも入ってないです。もしそれが、ね、あるとするんだったら、そのもともとこのスプレーをかける前にあったクラックになります。それはですね、あの部品のところからとかですね、あの何本かそういうのが出ているところがあります。で、これをですね、まあ、実際、の今日は実践的に一度やってみたいと思います。 そして、あの、まあ、もう、以前にですね、ここの部分、やってしまってありますので、ここのところも、あの、一度、まあ、スプレーを当ててあります。ですから、このピックガードをちょっと外してみましょう。<laughs> そして、まあ、ピックアップの、ピックガードの下ですね、ここの部分が今、まあ、ツルツルで本当に、何もこう、クラックが入ってない状態になっています。まあ、ちょっとこれも、えー、光の具合でね、その、その表面がどういうふうに、 カメラが捉えられるか、本当わからないんですが、今、このクラックが入っているところと比べますと、えー、全く入っていない状況に見えます。まあ、一つちょっと傷がついてますね。そこの部分を除けば、えー、本当にツルツルの綺麗な状態になっています。で、こちら側は、あのカット部の方はですね、あの実際に一回あのスプレーを当てているんですね。ですからそこは、えー、クラックが今入った状態になっています。 ですので、す、ま、の、あ、今日はですね、この辺をちょっとスプレー当ててみたいと思います。でその際にですね、まずギターをデスクの上に置いてみます。それで、えー、使うのはドライヤーなんですけどもえドライヤーをこう熱ですね、肺、はい、のセッティングにしてしばらく当ててみます。 で、この表面がですね、えー、熱くなったのを確認されてください。ここは結構熱くなりますね。そこで、コースプレーをかけてください。そうすると、まあ今、えー、ご覧になっているように、こう白い結晶のようなね、ものが出ていきます。そしてそれがどんどん消えていくんですけれども、 まあ雪が降ったみたいな感じですねこれがねなんかどん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 消えていくんですね何か不思議な感じがしますけれどもこれが、えー、次第にこうなくなってきますよねそしたらですねちょっとこう水分があるのでそれを拭き取ってみましょうこういった ペーーパータオルで拭き取っていきますそうするとさあどうなったでしょうか今スプレーを当てたのがこのピックガードが通常ついているところの真ん中ぐらいですねそこになります それで今確認しますとそうですね横にこう走るまクラクが何個かこう入ったっていう形に思いますね見えますね見えますその前にツルツルだったのに比べるとえ何本か入っていますでこれですねちょっとその上の部分に比べるとちょっと線の数が少ないように思いますねその横の片上の部分はあるんですけどもそこもちょっと細かく クラックが入っているのでこういった場合はですねもう一度やってみましょうその何回やっても別に構わないのでこの線がちょっと足りない感じがちょっとしましたのでもう一度やってみますそれドライヤーをですね先ほどと同じように、えー、当ててみます、まあ、この表面がね熱くなっているのを確認されてください ホーにとスプレーをしてみますそうすると、まあ、また先ほどのようにこう白い結晶のような、ね、ものが出てきますねこれをちょっと、えー、面白いですねこの形が <laughs> なかなか,なかこうすごく冷えてる感じがしますでこれをまた、えー、ペーパータオルで拭き取って表面を見てみたいと思います もう一度この水分をちょっと拭き取ってますね見えにくいというのがあると思いますのでそれでもう一度確認してみましょうそうするとですねまあ若干ですけれどもまあクラックがちょっと増えたような気もします今回はですねあんまりこう たくさん出てる風には見えないですね。その場所によっても、あの、クラックの数が変わるのかもしれません。この上の部分はですね、まあ、それよりも今、肉眼で見えるんですけれども、かなりあの多くクラックになっていると思います。ですから、まあ、これ以上もう少しね、あの、クラック入れたいという時はですね、えー、また、 2、3度繰り返してもいいんじゃないかと思います。それを徐々にまた、えー、こちらの方はまだやっていないので、そのこの作業を繰り返して、このボリュームとかの方も、えー、最終的にやっていく、えー、予定になっています。まあ、ですから、この、まあ、レスポール、もともとエピフォンのね、えー、2012年のモデルなんですけども、それが最初、まあ、新品の状態では、えー、チェリーサンバースト。 のスタンダードだったものが、えー、どんどんこう、全く違う、えー、ものに今はなっています。で、他にもこう、皆さん見たらわかると思うんですけども、ここもまあ、えー、取り外してなくなってしまってますし、えー、ここの部分ですね、ピックアップも、えー、そのカスタムメイドの,あの50年代の PF a にこう、デザインを、まあ、近くデザインされたあのピックアップに 交換していますでそのこのピックアップを作った方がこういったのもあの、まあ、古い加工をねされていて本当にすごくよく、えー、古く仕上がってると思います表面的にこの、ね、全然こう不自然じゃないっていうのが素晴らしいと思うんですけれども本当に昔から使っているような、えー、仕上がりになっていてそのまあ普段まあ新しいピックアップなんかつけるとそこだけがねこう光っちゃってあの本当に新しいっていうのが ももううに見えちゃうんですけどもこの場合は本当に新品の状態でこういう加工されていたので、まあ、そのままつけてこうしっくりくるっていう形になっています。で、まあ、このパートなんかは、えー、こうローラーブリーチでこれは本当にあの古い加工されてない新しいものなんですけども、まあ、実際に交換してから年月が経ってますので、まあ、ちょっと馴染んでる形ですね。でビグスビーも実はその、まあ、新しいビグスビーなんですね古くないですけど、まあ、10年ぐらいついてるので まあその辺はちょっとこう味わいは出てきてきいいいると思いますでこういったノブなんかも、えー、まあ新しいものなんですけれどもその50年代のスタルのこの帽子の形ですねこのハットノブに変えてありますまあそういった形で今日は、えー、チェッキングの方をですね、えー、フィニッシュのクラックの方を、えー、実際にやってみましたでそのまあフィニッシュ のクラックに関してはこの方法でまあ全体的にそれをやっていけば、ちょっとこうね、もともと全くなかった時よりも、ヴィンテージに近づいて、味のあるふうなあのまあフィニッシュですね、になると思います。まあ、それがまあやらないよりはやった方がその近づくということですね。で、そのまあフィニッシュを取ってしまったサイドとバックに関してはですね、えー、本当にあの全く リフィニッシュをしていないなんですねそれで9ヶ月以上経っていましてでそのまあ今のこの状況なんですけども全くその木のダメージっていうのは、えー、ないですでこれまあ結構使っているので、まあ、レッスンとかで本当によく使うんですけれどもまあここを再度まあここがまあ自分の足に当てるところなんですけどもそれも全然こう消耗していないですしこういったまあ模様なんかはそのえー フィニッシュを取った時に、まあ、できたたもものので、で本当にに自然ななったものなんです、ね、でまあこちらの、まあ、手が本当によく触れるネックなんですけれどもネックも本当に、えー、手の汗とかでこう黒ずんだりとかそういうのもなくて全くその取った時の、えー、状況と全く変わってないっていうふうに思われます。ですからその色が濃くなったりもしてないですし あのまあ、水分によってこうダメージを受けたというのは一切ないですですからまあ全体的に見てみると、まあ、そのフィニッシュっていうのは本当に必要なのかっていうそういう疑問も出てくるとは思いますねこれ実際本当にない状態で、えー、ずっと引いてるんですけども、えー、全く問題なく使うことができています、まあ、トップに関しては、えー、ラッカーフィニッシュというのがついているので、まあ、プロテクションはされていると思うんですけれども、えー、まあそれに関しては それに関しても別にそのダメージがあるということはないですね。その、まああるとすればここがちょっと変色したというぐらいで、えー、これはまあ自分の手がここに当たるのでなったものと思われます。ですから今日の、まあ、このクラックね、与えることによって、えー、別にその、まあ見た目以外の、まあ、影響っていうのはほぼないと思うんですけども、まあもしかしたらですね、またこう、まあ木が 呼吸しやすくなるというのももしかしたらあるかもしれません。そのポリフィニッシュがついていた時も完全にクローズされている状態なので、それに比べるとですね、もう取った後の方が圧倒的に良くなったんですけども、まあここの部分はラッカーなので、まああっても、まほとんど音は影響ないんじゃないかと思うんですけれども、それでも、まあクラックを与えることによって、こうさらにこう、まあ息をね、木,木の方が呼吸をしやすくなるというのはもしかしたらあるかもしれません。 それではですね、今日はこういったあのレスポール2012年の、まあ、エピフォンなんですけども、こちらの、えーまあ、ギブソンに近づける方法について、えー、少し紹介いたしました。今日はですね、実践的に、えー、ラッカーフィニッシュの上にこう冷却スプレーを当ててクラックを作るということを実践的にやってみました。皆さんもこれを参考にできるところがあれば、また取り入れてもらって、で、まあそうでなければ、まあ、 そういうこともあるんだなというふうに、えー、アイデアとして、えー、感じ取ってください。で、その、このギターですね、前に1本あのビデオを作ってますので、そちらの方、ぜひ、えー、興味のある方はご覧になってください。そしたらですね、次のビデオで皆さんにお会いしたいと思います。今日ご視聴ありがとうございました。